とはですね、ロングトークするときにどうしてもなんか出だしが失敗しちゃう、うん、そのなんか細かいパッセージとかの、うん、曲をするのはなんかそっちに集中しちゃうんで出だしが案外うまくいくんですけど、最初からなんかメドピアノの伸ばしとかになっちゃうと、うん、出だしを気にしちゃっていつも外しちゃうんですよね、うん、なんかやってみましょうねなんか今回する曲がそういうのが多くて、足りてなかった、できれば当たればいいなって期待値を下げるというと言い過ぎかもしれないけど、その練習足りてなかったなりに誠実にほとんど分かんないけどここかなぐらいの感じでも自分の考えを持ってとりあえずやってみましたっていう方が、
出そうにない感じがするわけですね。出そうにない感じ、うん、すごい。ちょっとでも変わると吹きにくい、うん、出そうにない感じがしたときに、出そうな感じと出してるときと同じ態度で過ごす変わるのは結果だけ、うんうん、出そうにないときに急にそれを出そうな感じに持っていくっていうことをやると、うん、それはぐちゃぐちゃになってきやすい、うん、だから、まあそこで言うと、うん、やるべきことは常にシンプルです。音が出るはずのことをやるしかない。なので、あとは、いかにどれぐらい自分の頭の中、心の中をそっち方面に割り切っていくか、整理していくかだと思います、うん、やるべきことをやれる範囲内においてやるっていうことができないような気持ちになってたら、その気持ちを何とかして整理してるわけです、うん、そうするとでも練習と本番っていうのがつながってくるわけ。練習自体のやり方によりますけどね、練習の時に自分なりの考えとか持ってやってたら、あとは本番は自分の考えに基づいてやってきたことをそこでも改めてやるだけの場ですから、うん、本質的な違いはないと言いますよね、うん、表面的な大きな違いありますけどね、手に汗かくとか口がパッサパサとか息が上がってる感じがしたりとか、喉がうーって詰まりそうになったりとか人の口みたいになったりとか、うん、